小遣いが出て行った後のドアがガチャガチャと閉まると、私はまた思い出したようにぐったりとなった。長い長い震えた息を腹の底から吐き出しながら、大テーブルに両肘をついた。両手でしっかりと顔を覆うて、指先で強く二つの目の玉を押さえた。頭の芯が光らびたような、 一種名状のできない疲労を覚えるとともに、強く抑えた目の玉の前に、いろいろな現像が現れるのを見た。その中を縦横無尽に、電光のように駆け巡るインタロゲーションマークを見た。そしてその、インタロゲーションマークを、頭の中で押さえつけよう、押さえつけようと焦った。 解放治療場の白い砂の光。その真ん中の枯れ葉をいっぱいにつけた霧の木。その向こうに突っ立っている呉一郎の姿。その向こうのレンガ塀の上の屋根の上の巨大な二本の煙突。その上から吐き出されていく黒い梅園のうねりと、 青い青い空の色。白いベッドの上に泣き伏した白い患者服の少女の姿。緑の平面の上に開いたまま置き忘れられている若林博士の調査書類。紫色に渦巻く葉巻の煙。若林博士の奇妙な微笑 マサキ博士の花眼鏡の反射。私は頭を一つ強く振った。そんなものをつなぎ合わせて、あくまでも私を学術の絵式にしようとしている、目にも見えず手にも取られぬ因果の網をかき払うかのように、目を閉じたまま、 両手を動かした。狂人の暗黒時代を背景にして私を捉えるべく糸をくっているその網の主というのは学術界に生息している2匹の大きな毒蜘蛛である高古の精神科学者 M と無双の名法医学者 W であるその中でも m が私に投げかけた網の恐ろしかったこと。私は今の今まで全力を挙げて抵抗してきた。全身の血を逆行させて、冷たい汗と熱い涙のあらん限りを絞って戦ってきた。そうして、何かしらその相手に非常な打撃を与えて追い払ったようであるが。しかし、 それと同時に、私も力が尽きた。自分の行為の善悪を判断する力は愚か、この大テーブルから離れる元気さえなくなった。精神的にも、肉体的にも、再び立つ勇気があるかないかすらわからないくらい、疲れてしまっている。けれども、けれども私の背後には、 今一つの強敵が控えている。その強敵 W は、あるいはこの場の光景までも見透かして、冷笑しているかもしれぬ。それほどに抜け目のない、堅実な網を張って、私が落ち込んでくるのを待ち構えているに違いない。私自身はもちろんのこと、あのまさき博士すら気づかぬくらい巧妙な、行き届いた。 偉大な知恵の力でしっかりと私を抑えつけて、血も涙も、骨も抜き取って、虚偽と汚れによって作り上げられた学術の犠牲にともすべく、刻一刻に私の背後から迫りつつあることが、ひしひしと全神経に感じられる。あの青白い大きな、 けむくじゃらな手に掴まれるくらいなら、私はまさき博士に反抗するのじゃなかった。私はなぜかわからぬけれども、若林博士よりも、まさき博士の方が好きだ。二人とも私を餌食にしようとしている学会の毒雲であるにしても、私は、まさき博士の方が、なんとなく懐かしくて、 親しみやすい気がする。今でもマサキ博士が引き返してきて、ただ一言。我が輩が悪かった。と言ってくれさえすれば、私は一も二もなく喜んで、何もかも忘れてマサキ博士の奴隷になるかもしれぬ。若林博士の卑怯さを暴いて、 マサキ博士に同情した記録を発表するかもしれぬ。若林博士の、あの青白い手で、私の心臓を握られたくないために。しかし、あたりはしんとしている。マサキ博士が引き返してくるような音も聞こえぬ。運命を待つより他はない。その運命と戦う力をなくしたまま。 ああ、どうしよう。私の呼吸がまた、ひとしきり胸を圧迫してきた。そうして、やがてまた、震え、罠泣きつつ、力なく沈まってきた。体中が空虚になったような、耳の穴の奥だけが、シーンとなるような。 黒い黒い真っ黒いトットの目玉を食べたらば白い白い真っ白い本当の目玉が飛び出したポンチキポンチキポンチキチ 白い目玉は可愛いよ。お口の中から飛び出して。お箸の先から逃げ出して。コロ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 ,コロがって。どこかへ見えなくなっちゃった。 ラー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 ポンチキチ白い目玉は可愛いよとっとの目玉は可愛いよほんとの目玉は可愛いよ可愛い可愛い可愛いよ ラーラーラー,ラーポンチキチポンチキポンチキポンチキチかわいいよかわいいよという最善の舞踏教の少女の澄み切った声が 南側のガラス窓越しに漏れてくる。突然、一つの素晴らしい考えが頭の中にひらめいた。私の頭の中心にこびりついていた千番無数のインタロゲーションマークが一時にパッと光って消えうせたような気がした。機械人形のように顔から手を離して、 回転椅子の上に腰掛け直した。正木博士が出て行った入り口のドアを見た。正面の壁にかかった黄金と黒の二つの額縁を見た。目の前に散らばっている様々な書類を見回した。秋の正午に近い光が部屋中いっぱいにこもった葉巻の煙を青白く透かして。 いろいろな品物の一つ一つにはっきりした反射を作っているのを見た。なーんな、なんのこったい、こりゃ。<笑><笑>私は、両方の横腹から、たまらないおかしさが込み上げてくるのを、 両手で押さえつけ押さえつけして、笑い続けた。バカ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 。大バカの、大バカの、三太郎だったんだぞ、俺。あははは。若林博士も、正木博士もそうなんだ。いや、俺よりももっともっと念入りの大バカなんだ。 俺たちは三人とも、とんでもない誤解をし合っているのだ。なんというバカバカしい間違いだ。これは。誰が千代子を殺したか、誰がクレイ一郎に絵巻物を渡したか、誰がクレイ一郎の本当の親なのか、W か、M か、それとも他に、もう一人ちゃんと控えているのか。そんな謎はまだ。 まるっきり一つも解かれていないのだ。みんないい加減な、第三者の仕事かもしれないのだ。いやいや、この事件には、初めっから一人も犯人がいないのに違いない。この事件の内容というのは、偶然に離れ離れに起こった、原因不明の出来事のいろいろを、一つに重ね合わせで覗いたものに過ぎないのだ。千代子の意志だって。 斎藤博士の歴史だって、呉一郎の発狂だって、みんな、自分勝手にしでかしたことかもしれないのだ。でなければ、こんなに神秘的な、不可解な、そこの知れない事件があり得るはずはないじゃないか。それを二人の博士が勘違いをして、無理に一枚に重ね合わせて、一つの焦点を作ろうとしているのだ。 お互いに相手を恐れて、自分の大切な研究材料を相手に取られまいとして、色眼鏡をかけて睨み合ったために、何もかも相手が、たった一人でしてきたことのように見えたに過ぎないのだ。かわいそうに、めい自分で覚えがありすぎるために、いや、いや、今まで手応えのある相手を発見し得なかった、古今無双の二つの脳髄同士が、 ここで互いに公敵手を発見し合って、本能的に戦闘力を発揮し始めたんだ。力いっぱい四つに取り組んで、動くことができなくなっているのだ。あは、あは。こんなバカバカしい、間の抜けた、トンチンカンな争いが、またとこの世にありえようか。事件そのものの内容よりも、 二人の博士の研究と相当の方が、ずっと真剣で、深刻で恐ろしいのだもの。もしかすると学者なんてものは皆、こんなつまらないことばかり本気になって争い合っているものじゃないかしら。しかし、考えてみれば無理もないだろう。あのクレイと、この俺とは、どうしても双子としか思えないくらい似通っているんだもの。 おまけにあのクレモヨコと、この絵巻物のシビ人像とが、うり二つどころじゃない、そっくりそのままなんだもの。こんなにありそうにもない二重の偶然同士が、この地方で、しかも同じ血筋のうちに固まり合っているのを発見したら、誰だってびっくりするに違いないだろう。そうしてこれには、何か深いわけがあるに違いないと思って、 最初から色眼鏡をかけて研究を始めるだろう。本人はそんなつもりでなくても、研究を始める気持ちが、すでに色眼鏡をかけたのと同じ気持ちだから仕方がない。その証拠には、この事件を組み立てているいろいろな出来事を一つ一つに話してみると、別に二人の博士が手伝わなくても、それぞれ勝手次第に、自由自在に起こりうる事件ばかりではないか。 それを二人の博士が、お互いに相手の仕業と思って疑い合っているおかげで、一つに重なり合って見えているだけのことで、二人の博士のやかましい説明がついていなければ、単純な二つの変死事件と、一つの発狂事件のより集まりに過ぎないじゃないか。そうだ、そうだ。それに違いない。それに違いない。 みんな根のない事件のぶつかり合いに過ぎないのだ。それを、俺が気づかずにいたんだ。そしてうんうん言っていじめつけられていたんだ。バカバカバカ、バカの、バカの、大バカ揃いだったんだ。三人が、三人とも。うっかりするとこの事件の犯人は、 やっぱり俺になるのかもしれないぞ。<笑><笑>私は部屋中に反響する自分の笑い声を聞くと、ふいと口をつぐんだ。そして、いつの間にか頬杖をついていた私の目は、 花の先の緑色の平面に転がっている絵巻物にぴったりと吸い寄せられているのに気がついた。これが霊感というものであろうか。私は、不意にドキンとして、今一度回転椅子の上に座り直した。今までにない、何とも言えない神聖な気持ちに満たされつつ、 うやうやしく絵巻物を取り上げると、じっと見つめて考えた。最後に残るものは、この絵巻物の魔力である。すべては否定できる。しかし、この絵巻物の魔力ばかりは、最後の最後まで否定できない。と。この事件は、表面から見ると、 すべてがノンセンスに出来上がっていると言える。実につまらない小事件の寄せ集めに過ぎないと考えられるので。ただ、その間に、まさき、若林の両博士が引っかかりあって、この絵巻物の魔力を中心にして、ある怪事業を成し遂げようと試みているために、全体が非常に有意義な、 戦立すべき緊張を見を示しているかのように見えるのであるが、しかし、一歩退いてこの事件を裏から覗いてみると、実は二人の博士が、二人ともこの絵巻物に古希使われているのだ。自分たちが持っているだけの知恵も、度胸も、学問も、地位も、名誉も、命までも投げ出して、 この絵巻物の魔力の前に参拝救拝しているのだ。その以外の人間の生死も、土典も、反問も。もし正木博士の話が真実とすれば、やはりこの絵巻物から引き起こされた事件にそういないので、結局するところ、一切の魔化不思議を支配する中心的の魔力は、 この絵巻物一つから現れていることになる。すべての現実的事実と一切の科学的説明はノンセンス化しうるとも、この絵巻物の魔力ばかりは、絶対に何人もノンセンス化することができないことになるであろう。だから、この絵巻物にして、もし例があるならば、 全てを知っているに違いない。同時に自分自身の経歴を何者よりもよく知っているはずである。この事件にどんな風に関係してきたか、どんな手順でクレイ一郎の手に落ち込んできたかを一部一輪間違いなく知っているはずである。そうしてまた、いかにしてり博士を悩まし、 かつ私までも苦しめているかという、その裏面の消息をも、残らず心得ているはずである。この絵巻物の一貫は、今までの間に多くの人々を狂乱させ、迷動させ、互いに愛殺傷させあいつつ知らん顔をしてきた。同様に現在の今日ただいまも、何一つ知らぬかのごとく予想をて、 私の手の手ひらに乗っかっかている。がしかし今から1104年前大東の元宗皇帝の尹頭は青年紳士ご聖衆の中師に反映して六体の美人の腐敗像をこの一巻のうちに表したしかるにその絵画像にこもった 海芸術家の一年は、はるばる日本に渡ってきて後までも、クレ家の決闘に絡みついて、恐るべき因果の姿を現実に描き表すことを幾十代。しかも、十数世紀を隔てた今日に至って、何らの血縁もない、まさき、若林良博士の手に移って、科学知識の無常の大光明に照らされる自説におうても、 ついにその魔力を失わないどころか、かえってその解作用を数層倍して、その両博士の全生涯を、あらゆる方向に蹂躙し、長老している。のみならず、今日ただいま、ところもあろうに、現代文化の演奏であり、権威である、九州帝国大学の真ん中の、真昼の真っ只中に、ほとんど仮そめに、 私の指先に触れたと思う間もなく、早くもその目に見えぬ魔種を差し伸ばして、私の心臓をぎゅうぎゅうと握りしめて、生血と生汗を絞り尽くすほどの苦しみを投げかけている。不可解の因縁をもって私に絡みついて、不可思議の運命の渦に私を吸い込みつつある。事実の真相に、 白い曇りを吹きかけつつ、その白い曇りの魅力にかけて私を散々にもてあそんでいるではないか。思い出されないことを思い出させ、考えられないことを考えさせ、見えないものを見させようとしているではないか。消え失せた過去の記憶を求めさせ、自分でない自分の身の上を考えさせ、ありもしない事件の真相を無理やりに探させつつ、 迷わせ、狂わせ、泣かせ、笑わせているではないか。気違い地獄以上の気違い地獄のうちに、のたうち回らせているではないか。おお、なんという恐ろしい魔力。目の前の空間を凝視して、ここまで考えてきた私の、大きく見開いた目の底の大虚空に。 あの死後五十日目の大夫人の霊章の幻が、またもありありと現れてきた。それは、私は消え失せるまで、睨みつけた。畜生、どうするか見ろ。こう思うと私は、何かしらこの絵巻物の内から、一切の神秘と不可解と、 一挙に打ち破るに足る、ある恐るべき秘密の鍵を発見しそうな予感に打たれつつ、唇を強く噛みしめた。二人の博士と私を苦しめている魔力の正体を、一撃のもとに暴露するに足る、あるもの。まだ何にも気づかれずに残っている、意外千万な、あるものが、この絵巻物のどこかに潜んでいそうな、 一種の霊感に満たされつつ、手早く絵巻物の紐を解いた。そのついでに腕時計を見ると、ちょうど12時に10分前である。正面の電気時計は11分前であるが、これはもう長い針が X の字のところへ飛ぼうとしている間際かもしれない。 絵巻物の軸になっている緑色の石のところに息を吐きかけてみると、誰のともわからぬ指紋が重なり合って見えるようであるが、これは、さっき私がいじくり回した後だと気がついたので、苦笑しいし巻物を取り直した。こんなうかつなことではダメだぞ、と、自分で自分を、礼罰しながら。 表層の刺繍と内部の紺色の紙の上に、細く光る繊維見たようなものが、数限りなく粘りついているが、これはかつてこの絵巻物を、まわたか何かで包んでいた遺跡であろう。鼻に当てて嗅いでみると、カビ臭い匂いと、軽い小脳見たような後気が一緒になったうちから、どこともなく奥ゆかしい別の匂いがしてくるようであるが、 なおよく気を落ち着けて嗅ぎ直してみると、それは、私が初めて嗅ぎ出したものではないかと思われるほどの、淡い、上品な香水の匂いに違いないことが分かった。面白いな。この調子で行くと、まだいろんなものが発見できそうだぞ。このカビ臭い匂いと、小脳に似た木の香が、 呂草様の木造の中で染み込んだものであることは誰でも考えつくことであろうが。しかし、この香水の匂いにはちょっと気のつく者がいなかったであろう。そしてこのゆかしい方向は、この絵巻物の前の持ち主を暗示するものでなくて何であろう。閉めた。もしもこの上に、まだ誰にも気づかれていない何者かが、 あったら最後。それは、一本の髪の毛でもタバコのクズでもいい。犯人を決定する有力な材料になるのだぞ。と、さながらに自分自身が名探偵にでもなったように考えつつ、一層勢いづいてきた私は、絵巻物を頭の方から逆さに巻き込みながら、絵のところから由来記の文章に終わっているところまで、 裏表とも丁寧に見ていったが、さっきは意地にも我慢にも静止できなかった守備人の腐敗像が、今度は愛想もこそもない、ただの顔料の配列としか見えなくなっているのに、少なからず驚かされた。しかも、それは決して光線の具合でも何でもなかった。大夫人の腐れ破れた唇から見えすく、歯並びの美しいところ。 像符がガスを包んで滑らかに膨れ光っているところまで細かに注意してみたが何ともないものはいくら見ても何ともない私は人間の神経作用のバカバカしさにすっかり張り合いが抜けてしまったしかしと思ってなおよく注意してみるとはじめの方は髪の字が 幾分ぼやけているが、由来家のおしまいの方に近づけば近づくほど、髪の表面がすべすべして、上光りがしている。これは無理もない話で、最初に筆を取ったご清州からして、はじめの方ほど余計に開いたり巻いたりしたに決まっている。また、その後、この絵巻物を開いてみた、呉家の先祖代々のものも同様で、 最初私がした通りに、はじめの完全な姿に近いところほど念を入れてみたわけで、これは人情から言ってやむを得ないのであろう。巻物の裏一面に何かキラキラ光る単褐色の液体を塗ってある上に、指の跡見たような白い丸いものがところどころついているようであるが、あまり滑らかでない髪の下から荒い布目が 不規則に浮き出しているのだから、何の跡だかはっきりと見分けがたい。結局、私がこの絵巻物から発見したものは、今の上品な香水の匂いだけであった。私はいま一度、絵巻物に顔を近づけて、ほのかにほのかに何事かを私に話しかけるような好期を、 繰り返し繰り返し、腹の底まで吸い込んでみた。が、それは何という香水か知らないが、本当に上品な、正常そのもののような好奇と思えるばかりでなく、私の記憶の底の底から、何かしら懐かしいような、または、やるせのない夢のような。正直に言えば、 吸い付きたいような思い出を呼び起こすらしい気持ちのする匂いであった。言うまでもなくそれは、女性のそれらしく思われるが、しかしそれが、私の昔の恋人か、それとも母か姉か、というような見当がつくほど、まざまざとした感じではない。私は念のために立ち上がって、入り口のドアの横から、 自分の格望を取ってきて、その内側の匂いと、絵巻物の後期とを嗅ぎ比べてみた。けれども私の帽子の内側はいくら買いでも、新しいラシャと、エナメル川と、薄いカビの匂いしかしなかった。私が絵巻物のそれと同じ香水を使っていたという証拠にも参考にもならなかった。 私は帽子を横に置きながら、軽い短足をして、絵巻物を巻き返そうとしたが、また、びっくり、とすると、手を止めた。思わず空間を凝視しながら、実に、意外千万な暗示が、頭の中にひらめき込んできたからであった。 名の浜の石切場で、呉家の常雇いの老農夫、戸倉千五郎が呉一郎を発見した時には、絵巻物の白いところばかりを呉一郎が行視していたという、その不可思議な事実の本当の意味が、ちらりとわかりかけてきたからであった。というのは他でもない。この絵巻物の中でも、 おしまいの漢文の由来記が書いてあるところまでは、たびたび人間の手によって広げられたり、巻かれたりしたものに違いないことがわかりきっている。したがって、その一畳近い長さの間には、何かしらこの絵巻物を覗いた人間の身についたものが落ち込んでいるべき可能性のあるところである。がしかし、それと同時に、万人の中に一人でも、 これから先の白い紙ばかりのところをずっと先の方まで開いてみる人間があったとすればその人間の頭はよほど普通と違った頭でなければならぬわけでどちらかといえばそんな人間は絶無に近いことが常識で考えてもすぐにわかるであろうとはいえまた万一にもそんな常識で想像できない ある場合とか、またはそのよほど頭の構造の違った人間とかが実際に出現して、由来期の後の白紙ばかりのところをずっと先の方まで開いてみたことがあったとしたら、どうであろうか。早い話が、この絵巻物の筆者、ご清衆は、大夫人の白骨になった姿だけを悠々と落ち着いて、 一番おしまいのところに描いているようなことがありはしまいか。それを、大夫人の妹の奮女をはじめ、呉家の代々の人々から正木博士に至るまで。ただ、常識で考えて、この中に描いてある思想を、六体限りと、あっさり決めているようなことがありはしまいか。そうしてさらに、 そのうちでも、この絵巻物が、人を発狂させるほどの魔力を持っていることを看破するような頭を持った人間だけが、そこまで気を回して、開いて見ているとしたら、どんなものであろう。もしそんなことがあり得るとしたら、そこに何かしら落ち込んでいないとはどうして言えよう。しかも、その落ち込んでいる何かしらは、 たとえそれがどんなに微細なものであろうとも、素晴らしく重大な意味を表すことになるではないか。この絵巻物を使って、この事件を巻き起こした犯人の正体を、ズバリと指さすことになるかもしれないではないか。いや、もしかすると、この絵巻物の神秘力を一挙に打ち破って、一切の迷いを、 真実に返すほどの力を持ったものであるかもしれない。少なくともそこまで調べてみた上でなければ、この絵巻物の内から何も発見できなかったとは、どうして言えよう。クレイ一郎は、名の浜の石切り場で、この絵巻物の白いところを一心に凝視していたという。しかもその時はすでに、 半分ご聖衆、半分は呉一郎の気持ちでいたものと推定されているから、果たして、どちらの気持ちでそうしていたものか、判然しないのであるが。しかしいずれにしても、この絵巻物の白いところを、ずっとおしまいのところまで見ていった。そうして、そこに落ち込んでいる何者かを発見したに違いないことは、容易に推定できると思う。 その証拠に、呉一郎は、この絵巻物の預かり主の正体を知っていると、千五郎じいさんに話しているではないか。どうして、どうして私は、今の今まで、この事実に気づかなかったのだろう。こうした考えを一瞬間のうちに頭にひらめかした私は、またも、 何者かに追いかけられているような予感がして、ちょっと腕時計と電気時計を見比べた。どちらも、十二時に四分前である。私の手は再び、反射的に絵巻物を持ち直して、白いところを巻き広げ始めた。そうして、最初の一分間かそこらは、 できるだけ冷静に調べていくつもりであったが、どこまで行ってもただ、真っ白いばかりの投資の上を一心に見つめて行かなければならぬことが分かりきっているように思えるので、私は間もなく、果てしもない白い砂漠を、あてもないのに、たった一人で旅行させられているような苛立たしさと馬鹿らしさを感じ始めた。 自分一人で名探偵を気取っているような自分の心が見えすぎて、なんだか急に気がさしてきた。やっとの思いで三尺ばかり行くと、もううんざりしてしまった。それにつれて、かどうか知らないが、ご清衆が一番おしまいに白骨の絵を描いているかもしれない、という推量も、 怪しくなってきた。ご清州が地方状態に陥ったものとすれば、自分が古今無類の馬鹿者であった。あてもない中義立てのために、最愛の妻を犬死にさせた。ということを、義骸の奮女の説明ではっきり思い当たった刹那に、呆然自出してからのことであろう。そうすればその数分間前、 もしくはその数秒前までは正気でいたはずだから、もし言い忘れたのでなければ、一番おしまいに、白骨の絵を描いたかどうかを説明していないはずはない。また、粉女にしてからが同じことで、自分の恋したっている男が、大事な大事な姉を犠牲にして企てた事業の成績品を開いてみながら、千年も経った今日になって、 赤の他人の私が思いつくくらいのことを気づかずにいるようなことは万に一つもありそうにない。こう思うと私は一変に気が抜けてげんなりとしてしまった。しかし、それでは私もつまらない一種の打力見たような気の抜けた義務心に義務づけられたような気持ちと今までの気疲れが一時に出始めて うとうと眠くなっていくような気持ちとを一緒に感じながら、あと一畳ばかりもあろうかと思われる白いところを両手で一気に繰り広げながら、ほんの申し訳同様に追いかけ追いかけ見ていった。そしてやっと、二畳か三畳くらいありそうに思われる長い巻物の白いところを最終のところまで追い詰めてくると、意外にも、 黒いシミのようなものがちらりと見えたので、思わずドキンとして目を見張った。よく見ると、それは一番おしまいの紺色の紙に、金絵の具で波紋を描いたところからちょっとばかり離れた箇所に、五行に書かれた肉細い品のいい女文字であった。これが、 この画道流というのであろうか。こう思う心の闇も照らしませ。開けゆく世の知恵のみ光。明治四十年十一月二十六日、福岡にて、正木一郎母、千代子。 きけいしさま、様、も元に。私の頭髪は皆、逆だった。慌てて絵巻物を巻き返そうとしたが、手が震えて、取り落とした。と、その絵巻物が、 さながら生きているもののように一人でに巻き広がって、大テーブルの上から床の上に這い落ちて、ディノリウムの上をくるくるくると伸びて行くのを見ているうちに、ぞーっとしてきて夢中になった私は、どうしてドアを開いたか、いつ廊下を走ったかわからぬまま、階段を一三に駆け降りて、玄関から外へ飛び出した。途端に、 非常な大音響が私を追い散らすかのように、旧大校内の松原に轟き渡った。それは、ドンであった。それは一つの奇跡であったとしか思えない。ある目に見えぬ偉大な力が空中から手を差し伸ばして、私を自由自在に引きずり回していたとしか思えない。 それほどに不思議な出来事であった。私は旧大医学部の正門を飛び出して後、どこをどう歩き回ったかまるっきり記憶しない。そうして、何を目標にして、また元の旧大精神病科の教授室に帰ってきたものか、全くわからない。背後から絶叫してくる。 自動車の警笛を聞いた。目の前に急停車する電車のうなりに脅かされた。自転車のベルに追い散らされた。叱咤する人の声や吠えつく犬の声を聞いた。ぐるぐる回る太陽と、前後左右に吹き巡る風と、戦争のように追いつ追われつする砂埃を見た。 雲の中からぶら下がっている電柱を見た。軒の下まで鮮血を滴らしている絵看板を見た。地平線の向こうが透明な山に続く、広い広い平野を眺めた。何千、何万、何億あるかわからぬ、帯だしい赤レンガの堆積の中へ迷い込んだ。その紫色の陰影のうちに、 手足をうごめかしてもがいている赤んぼの幻を見た青ずんだ空のただ中を黄色く光ってゆく飛行機を仰いだその後から白い輪郭ばかりのじんの裸体像が六つほど行儀よく並んで滑ってゆくのを見た人の頭のようにまたは 目の形、鼻の格好、唇の姿などとりとりさまざまの形に尾を引いて流るる白い雲、黒い雲、黄色い雲。その切れ目切れ目に、薬液のように苦々しく澄み渡っている、青い青い空。そんなものの下に、さえにさえかえる神経と、 入り乱れて火花を散らす感情を包んだ頭の毛をかきむしりかき乱しつつ、時々飛び上がるほどの痛みを全額分に感じつつ、眩しさと砂埃りとでチクチク痛み出した目をこすりこすり、どこへ行くのか自分でもわからないまま、むちゃくちゃによろめいていった。川、橋、 鉄道。赤い鳥居。その赤い鳥居の左右に青白い顔をして立っている、正木博士と若林博士の姿。ついには駆け出したくなるのを押さえつけ押さえつけして歩いていった。何もかも真実であった。虚偽の学術研究でも、 熱造の告白でもなかった。しかもそれは、初めから終わりまで、正木博士がたった一人で計画して、実行してきたことばかりであった。若林博士は、何でもなかったのだ。若林博士は初めから、何も知らずに、正木博士の研究の手先に使われていたのだ。 マサ博士が行った巧妙危険を極めた犯罪に魅惑されて自分から進んで調査をしているうちにいつの間にかマサ博士の研究発表の材料を集める役回りを引き受けさせられていたのだマサ博士が仕掛けておいた罠に見事に引っかかってすっかりバカ回しにされていたのだ けれども若林博士はその結論として、あの絵巻物の最終に残されている千代子の筆跡を発見した。あらゆる疑問を重ね合わせた最後の疑問の焦点となるべき、ただ一点を発見して、私と同じようにびっくりしたに違いない。そうして私と同じように、一瞬間のうちに、一切を解決したに違いない。 すべてがまさき博士の仕業であることを発見したに違いないのだ。しかし、そこで若林博士が取った態度のいかに立派であったことよ。若林博士は、かくして事件の真相を奥の奥の核心までカ破すると同時に、その同僧同郷の友人として、または学者としての あらん限りの同情と敬意とを、正木博士に払うべく決心をしたのであった。そうして、その事件の内容の要点だけをわからなくした。正しい調査記録を、当の本人の正木博士に引き渡して、役も捨てるも、その自由に任した。または、わざわざ茶菓子を持たしてよこして、 私は遠くに離れのいておりますから、どうかご心配なく、ご自由にお話しください、という心持ちを、言わず語らずのうちに知らせたりした。正木博士は一ヶ月前に自殺した。なぞ言うような、口から出まかせな嘘をついたのも、やっぱり、そんな意味の親切っ気から、立ち聞きをしている正木博士が、 あの場面に出てこないように。そして、あんな苦しい羽目に陥らないように。もしくは、回復しかけている私の頭を、またも取り返しのつかぬ混乱に陥らせないように、警戒するつもりで言ったことであろう。後で嘘だとわかっても、いいつもりで。実に男らしい、尊い、 申し分のない紳士的態度を若林博士は取ってきたのであった。しかるに、これに反して正木博士は、この実験のために、その全生涯と全霊魂とを犠牲に灯してきたのであった。最初っから自分一人でこの伝説に興味を持って、千代子を騙して、 子供を産まして、絵巻物を提供させたのであった。そうして一切を顧みずに、この計画を遂行したのであった。けれども千代子が、あの絵巻物を提供するときに、あの和歌と年月日と、子供の名前と生まれたところと、その父親の名前と一緒に奥付けのところに書き込んで、 意味慎重な釘を刺していることを、正木博士は、夢にも気づかずにいたのだ。世にも惨めに深刻な母性愛と、素敵な最地の結晶とも見るべき、彼女の悲しい頭の働きが、そこまで行き届いていようとは、つゆほども想像しえなかったのだ。大胆な、幻惑的な、そうしてあくまでも、 天才的なその事業計画の中心に、ただ一点、致命的な粗ロがあることを考えなかったのだ。そうして学術のため、人類のためと思って、神も仏も、血も涙も冷笑し、踏みにじって行きながらも、なおも、後から追いかけてくる、両親の過酌と人情の切なさに、寝ても覚めても悩まされ抜いてきたのだ。 七人に心臓を掴まれたまま、跳ね回ってきたのだ。これが、正木博士の全生涯なのだ。極度に怪我されると同時に、極度に清められている。あくまでも悲しく、あくまでも痛快な。しかもその正木博士は、その呪われた研究が、 いよいよ最後の場面に入ると同時に、若林博士から投げ与えられたかの調査書類を見ると、さすがに肝を冷やしてしまった。その相手の恐るべき凍徹した脳髄が、極めて遠回しに、一部一輪の隙間もなく、自分を取り囲んでいることを知った。そうして、その恐るべき名殺の獣医に陥った苦しさに、 耐ええないままに、極めて卑怯な、かつ徹底的に、皮肉巧妙な手段を持って、逆襲を試みようとした。お手の物の患者のうちから選び出した第三者の私を使って、極めて冒険的な発表を決行させるべく、一切を私の前に告白した。が、その告白は、 じめから終わりまで自分一人で計画してたった一人で実行したことを二人に分割したものであった。その独特の基地を持って相手の性質や行動を巧みに描写しつつ取り入れた空前の巧妙聖地を極めた。そうしてそれと同じ程度に船舶幼稚を極めた思いつきであった。 その事情自爆を切り抜けている、一人二役式の思いつきの非凡さ。M と W の使い分けの大胆さ、巧妙さ。そして、やはり元の事情自爆に陥ってしまっている、その惨めさ、愚かしさ。危ないバカあた という怒号と悲鳴が、私のすぐ後ろから重なり合って飛びかかってきた。と同時に、ガラ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 、カチャンカチャン、パーン、パチーン。という、激しい物音が、引き続いて私の足の下に起こった。はっとして振り返ると、 そこいらに立っている人が皆、私の顔を睨みつけている。私のすぐ後ろには、青塗りの大きな貨物自動車が、向こう向きに停車している。くの字型になった自転車と、無残に壊れた空き瓶の群れが、私の足元に散らばって、茶褐色の醤油がだらだらと漂っている。朝着色の仕事服を着た大男が、 自動車の上から飛び降りて、タイヤの陰に手を突っ込みながら、髪のように血の毛をなくした印番点の小僧を、眩しい日向に引きずり出している。人々がその方へ駆け寄っていく。私は、スタスタと歩き出しながら、またも考え続けた。とても恐ろしい。 考えきれないくらい恐ろしい秘密だ。一千年前に死んだごっ生の悪霊と、現代に生きているマサキ博士の科学知識との戦いは、今、竹縄なんだ。しかもマサキ博士は、この研究に志した当初の一瞬間から、その両親の急所をごっ生の悪霊に掴まれてしまっている。 人間愛のうちでも最大最高の親子の情と夫婦の愛とを握り殺されてしまっている。そうして自分自身にはそれを気づかないで、どんなことがあっても自分だけは決してご世襲の悪霊に呪われまいと頑張り通してきている。その呪われた心理状態を色々な論文や談話やちょんがれ歌などの形に表して、 次から次に公表してきている。その一方には、千代子をはじめとして、呉一郎、もよこ、やよ子と、次から次に痛ましい犠牲を作り出しつつ、勇敢にもそれを踏み越え踏み越えして、科学の勝利を確信しつつ、ご清衆の悪霊を無効に回しつつ、一心不乱に、切って切って切り結んでいる。 ああ。なんという清算な、でけつな、悪どい執念深い戦いであろう。魂から滴り落ちる血と汗の匂いがわかるような。けれども。けれども。ここまで考えてくると、私はぱったりと立ち止まった。 にぎやかな往来を見た。不思議そうな目つきや顔つきで私を振り返ってゆく人々を見回した。高い高い広告塔の絶頂でぐる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 回り出した光の渦巻きを見上げた。その上に横たわる千肉のような夕映えの雲を凝視した。けれども。けれども。 よく考えてみると、私はまだそのうちから、私の過去の記憶の一辺だも思い出していないのであった。私は何者、という回答を自分自身に与えることができない、哀れな健忘症の状態にとどまっているのであった。私は今朝、あの七号室で目を開いた時と少しも変わらない。 依然として、たった一人で宇宙観を浮遊する、悲しい、寂しい、無名の一未塵に過ぎないのであった。私は、何者ああ。これを思い出したら、私はすぐにも、五星州の呪いから冷めそうに思われるのに、あの絵巻物の魔力から、 摂理されてしまいそうに思われるのに、どうしてもそれが思い出せない。いくら考えても、これだけが最後の唯一の疑問として残っていく。私は誰だろう誰だろう私の過去とこの事件の間には、どんな因果関係が結ばれているのだろう こう考えては、今日の記憶を繰り返し、繰り返してはまた考え直しつつ、闇雲に足を早めたり、緩めたりして歩いていった。遠く近くで打ち出す反症の音。自動車ポンプのうなり。子供の泣き声。旗を折る響き。どこかの工場で吹き出す汽笛の音。 次から次へ、無意識のうちに耳にしながら、右に曲がり、左に折れしていたが、そのうちに私はまた、突然に土を蹴って立ち止まった。気絶するほどドキンとして、首を縮めながら立ちすくんだ。大変だ。あの絵巻物を、あのままにしてきた。 あの絵巻物のおしまいのところにある千代子の筆跡は誰にも見せてはならぬ。まさき博士が見たら発狂するか、本当に自殺するかもしれぬ。ただ、大変だ私は思わず飛び上がった。そうしてその次の瞬間には、くるりと後ろを向いて、どこかわからぬ真っ暗になった田舎道を、 一直線に駆け出していた。やがて明るい、美しい街筋に走り込んだ。間もなく、暗い、ゴミゴミした横丁を突き抜けた。三味線や太鼓の音の聞こえる、眩しい通りを飛んでいった。伝統の並んだ防波堤を三方海原の雪止まりまで来て、 びっくりして、引き返した。いろんな店の品物や、電車や、自動車や人混みが、周り道路のように、後ろへ後ろへと滑った。汗と涙で見えなくなる目を、こすりこすり、元来た方へ元来た方へと急いだ。目がくらんで、息が切れて、 そこいらが明るくなったり暗くなったりしたように思う。目の前に灰色の鳥が無数に乱れ飛んでは消えていったように思う。いつの間にか往来に倒れているのを誰か助け起こしてくれたように思う。そうしてそれを振り離してまた駆け出したようにも思う。 そんなことを繰り返してゆくうちに、私はとうとう何もかもわからなくなってしまった。何のために走ってゆくのか、どっちの方向へ行こうとしているのか、考えようともしないようになった。時々見えたり聞こえたりするものを夢うつつのように感じたが、しまいには、その夢うつつさえ、 感じられなくなるまで甲骨として、よろめいていった。ように思う。それから何時間経ったか、何日経ったかわからない。ふと体中がぞくぞくと寒気だってきたようなので、気がついてみると、私はいつの間にか、 さっきの九州帝国大学精神病科の教授室に帰っていて、最前腰をかけていた回転椅子に最前のように腰をかけて、大テーブルの緑色のラシャの上に両手を投げ出したまま突っ伏しているのであった。私はちょっとの間、夢を見ているのではないかと疑った。さっき、昼頃にこの部屋を飛び出してから、 方々を歩き回って、見たり聞いたりしたいろいろの出来事や、考え回したいろんな不思議なこと、または、その間に感じたたまらない恐ろしさや息苦しさは、みんなここにこうして、気絶している間に見た夢ではなかったかと疑ってみた。そうして、君味る君味ると、自分の身の回りを見回してみたのであった。 私の服もシャツも、履いている靴も、汗と埃にまみれて、真っ白になっている。両方の肘や膝は大きく破れたり、泥まみれになったりして、ボタンが二つほどちぎれて、カラーが右の肩にぶら下がっている姿は、ちょうど、酔いどれと小敷きとの合いの子を見るようである。左の手の甲に、 真っ黒く血が固まりついているのは、どこを怪我したのであろう。別段に痛いところも痒いところもないが。しかし、目と口の中が砂ぼこりでいっぱいになっているらしく、まぶたがヒリヒリとして、歯の間がガリガリする、その不愉快さ。私はその目と口を、 今一度机の上に突っ伏せながら、じっと後先を考えてみたが、一体何しにここへ帰ってきたのか、どうしても思い出せなかった。机の端に置き忘れていった新しい覚棒を見つめながら、その時の気持ちを思い出そう思い出そうと努力したが、この時に限って不思議なほど、私の連想力が弱っていた。 何かしら、非常に重大な品物か何かを、この部屋に忘れて、それを取りに帰ってきたようにも思うのだが、と、思い思い、そろそろと頭を上げて、前後左右を見回してみると、私の頭の上には、大きな白熱電球が、光々と輝いている。入り口のドアは、 半分空いたままになっている。しかし、大テーブルの上の書類は、誰が片付けたものか、元の通りにきちんと置き並べてあった。今朝若林博士と一緒に入ってきて、初めて見た時の並び具合と、一部一輪違わず、いじり散らした形跡などは、微塵もないように見えた。 その横に座っている赤いダルマの灰落としも、今朝最初に見た時の通りの方向を向いて、永遠のあくびを続けているのであった。もっともそのうちでも、カンバス張りの厚紙に挟まった、狂人の暗黒時代のちょんがれ歌や、胎児の夢の論文なぞいう書類の綴り込みだけは、よく見ると、確かに誰かが、 ついこの頃手を触れているらしく、少し横筋界の X 型に重なり合ったまま投げ出されているようであるが、もう一つの方の、今日の午前中に、まさき博士が私の目の前で塵を払ったに相違ない、青いメリンスの風呂敷包みの上には、やはり、初めて見た時の通りに、灰色の細かいホコリが一面に被さっていて、 久しく人間の手が触れていないことを証拠立てている。その他、大テーブルの上には、茶を飲んだ後もなければ、物を食べた名残もない。念のために、赤いダルマの灰落としを覗いてみると、中には葉巻の灰の一辺すらなく、愛も変わらぬ大あくびを続けたまま、金色と黒の瞳で、 ぐりぐりと私を睨み上げている。不思議だ。今日の午前中の出来事の大部分は、夢だったのかしら。私は確かに、あの風呂敷包みの中身を見たのだが、わずかの間に、あんなに埃がたかるはずはないわけだが。私は、 やおら立ち上がった。膝頭が気味悪くブラブラして抜け落ちそうになるのを、大テーブルの縁についた両手でかろうじて支えながら、綿のような体を無理やりに引き立てた。ひくひくとわらなく指でメリンスの風呂敷包みを掴んで引き寄せると、後に四角い埃の跡形がくっきりと残った。 その結び目に落ち込んでいる埃りの島を今一度よく見たが、どう考えても最近に人の手が触れた形跡はない。そうして、その結び目をほどいているうちに白い埃りの島は跡形もなく消え飛んでしまったのであった。私はあぜんとなった。目の前の空間を見つめたまま、 今朝からの記憶を、今一度頭の中で繰り返してみた。けれども、この風呂敷の中のものを、まさき博士から見せられて、あの恐ろしい説明を聞いた記憶と、この結び目の白い埃りは、永久に両立しない二つの事実に相違なかった。正確に矛盾した、二つの出来事であった。私は、 全身に伝わるおかんを奥歯で噛みしめながら、なおもわいわいと痙攣する両手の指で、青い風呂敷包みを引き広げた。すると、その中から、最前見た通りの新聞紙包みと、若林博士の調査書類の原本とが、やはり最近見た通りの形に、きちんと重なり合って出てきた。そればかりでなく、 メリンスの目から漏れ込んだ細かいほこりは、調査種類の原本の表紙になっている黒いボール紙の上にもうっすりとかぶさっていて、絵巻物の新聞包みを取り除けると、またも、長方形の跡形がくっきりと残った。私はまたも唖然となった。あまりの不思議さに狐につままれたようになりつつ、 自分が正気でいるかどうかを確かめるような気持ちで、まず、絵巻物の新聞包みをそろそろと開いた。その新聞紙の折れ具合、箱の蓋の合い加減、巻物の巻き用、紐の留め方まで細かに調べてみたが、よほど貴重面な人間の手でしまい込んであったものらしく、どこもここもきちんとしていて、 二重に折れ曲がったところや折り目の歪んだところは一箇所もないのみならず巻物を繰り広げてみると防虫剤らしい強い光気を放つ白い粉がさらさらと光って机の上に散り落ちた次に開いた調査書類も同様で防虫剤こそ施してないがパラパラとページをくっていくうちに 埃り臭い香りがうっすりと鼻に迫ってくる。いずれにしても、最近に人の手が触れなかったことは確かである。私はそれからなお、念のためにフールスカップを閉じ合わせた、マサけ博士の遺言書を開いてみた。そうして最後の二三ページを繰り返してみたが、今朝までは、 陰気が乾いて間もない青々としたペンの跡に見えたのが、今はすっかり真っ黒くなって、行と行との間には黄色いカビさえついているようである。どう見ても二日や三日前に書いたものとは思えないのであった。私は不思議から不思議へつり込まれつつ、最前正さ博士がした通りに、 その調査書類を風呂敷の外へ抱え出してみた。すると意外にも、その下に一枚の古ぼけた新聞の号外が下敷きになっているのを発見した。これは最前、まさき博士がこの風呂敷をはたいた時には確かに存在していなかったものであった。私はキョロキョロとそこいらを見回した。 私は、この部屋の中のどこかに、目に見えぬ記述師がいて、手品を使っているとしか思えなかった。それとも私の精神がまたも変調を起こして、何かの幻覚に陥っているのではないかしらんと思い思い、こわごわその号外を取り上げてみたが、八つにおられた新聞紙一ページ台の右肩に、 とてつもない大きな活字で印刷してある表題を読むと思わず、あっと叫び声を上げた。背後の回転椅子に引っかかって、よろめき倒れそうになった。それは、大正15年の10月20日。正面の壁のカレンダーが示す斎藤博士の命日の翌日。 正木博士が自殺したと若林博士が言ったその日に、福岡市の再開新聞から発行されたもので、ページの左肩には、鼻眼鏡を光らして、義歯をクワッと剥き出した正木博士の笑い顔が、五寸四方くらいの大きさに、目の粗い、荒い写真版ですり出してあった。 九大精神病学教授、正木博士、闘神自殺す。同時に、狂人の解放治療場内に勃発せし、刑務の残殺事件、バクロス。今20日午後5時頃、九州帝国大学精神病学教授、十六位医学博士、 マサキケイ氏が歴史体となって、同大学医学部裏手、前田し浜、水族館付近の海岸に漂着していることが発見されたので、同大学部内は、もっか非常な混雑を極めている。しかるにその混雑によって、その以前の、昨19日正午ごろ、同精神病学教室における、 同博士独特の創設に関わる、狂人の解放治療場内において、一狂少年が、一狂少女を惨殺し、引き続いて、場内にありし数名の狂人に、即死、もしくは瀕死の重傷、または軽傷をおわしめ、これを生死せんとした監視人までも、重傷をせしめた事件が、端なくも暴露したので、 同大学当局はもちろん、司法当事者においても、老媒置くところを知らず、目下、極秘密裏に厳重なる調査を進めている。教少年、桑を振るって、五名の男女を殺傷。治療場内一面の流血。昨19日火曜日。 正午頃、事件勃発当時、道か担任教授、正木博士は、道か教授室においてご推しおり、道解放治療場内には、平常の通り、十名の患者が散在して、各自思い思いの筐体を演じつつあったが、その時一宮に、畑を耕していた、足立義作、家名、 60が、語法と同時に、看護婦が昼食を報ずる声を聞いて、使用していた桑を投げ捨てて病室に去るや、以前から偽作の様子を伺っていたらしい教少年、福岡県早良郡、名の浜町、1586番地農業、呉やよの養子にして、道女の甥いにあたる一郎、20歳は、 突然その桑を拾い上げて、傍らに草を植えていた教少女、浅田氏の、仮名、十七、の後頭部を乱打し、血しぶきのうちに声も立てえず絶足せしめた。各と見た同治療場の監視人で、柔道四段の力量を有する甘かす太たちは、直ちに急を呼びつつ城内に駆け入ったが、 時すでに遅く、城内におった政治教の何がし、及び、慶神教の何がしの二名は、少女死のを救うべく、呉一郎に肉白すると、見る間に、前者は横頬、後者は全学部を、呉一郎の桑の刃先にかけられ、明けに染まって、砂の上に混虫した。この時、 隙間を発見した甘かすしは、一郎の背後から組みついて一気に締め落とそうと試みたが、一郎の抵抗力異想外に強く、桑を投げ捨てて甘かすしの両手を掴み、大量二十貫の同士の全身を、縦横上下に水車のごとく振り回しつつ引き離そうとするので、さすがの甘かすしも必死となり、振り離されまいとのみ努力するうち、 クレイ一郎が誤って教助の作った落とし穴に片足を踏み込んだ拍子に肩を透かされて胴体に倒れると身をかわす暇もなく本館の木下の敷石に肋骨を打ち付けて人事不詳に陥ったこの時同治療所の入り口には甘かす氏の声を聞きつけた数名の男看護人及び小遣い委員等が駆けつけおり 中には柔道の心得のあるものもあったが、再び治療場の中央に進み入れ、落とした桑を拾い上げた呉一郎が、帰り血を浴びたまま顔色蒼白となって、辺りを平弦しつつ、俺の仕事を邪魔するか、と叫んだ剣幕に飲まれて、一人も入場し得なくなった。その間に、 城内の一隅に目を転じた一郎は、顔色、たちまち元に帰り、ニコニコ前と微笑し始め、血に染まった桑を取り直しつつ、そこに定立していた二名の女に迫り、まず、武藤京の少女何菓子を畑の隅に追い詰めて、未見を打ち砕き、続いて最前から女王の姿に紛争しつつ、 平然として城内を商用し続けていた豊島女に近づいて行ったが、道女が、冷静一番、無礼者、我らはを知らぬか、と一芸すると、呉一郎は、愕然たる面持ちでクワを控えて立ち止まったが、あ、あなたは陽気妃様、と叫びつつ、砂の上に来座した。 その時にかろうじて意識を回復した天かすしは苦痛を忍びつつ起き上がり、城の入り口を開いて逃げ迷うていた狂人たちを外へ出すと、またも安心のためか気が遠くなって打ち倒れた。その後から呉一郎も桑を片手に、片脇には最初の犠牲、浅田篠の死骸を軽々と引き抱かかえつつ、 女王姿の教助に一礼して、流血倫理たる城内をいで悠々と自分の病室、七号室に帰って行ったが、皆手をつかねて、戦慄しつつ、遠くから傍観するばかりであったという。教少年の自殺、平然たる正木博士。この時、 急を聞いて駆けつけた正木博士は、極めて平然たる態度で委員を指揮しつつ、暴れ狂う一郎の手から死の死骸と桑を奪い取り、一郎に狂人制御用袖なしシャツを着せ、足かせを加えて7号室に監禁する一方、被害者死の以下4名の男女患者に応急の手当を施したが、そのうち2名の男子患者は、 いずれも致命傷ではないが生死の程はまだ見込み立たずまた2名の少女は共に頭蓋骨を粉砕されているので手の下しようなくこの旨それぞれの近親に急報した同時に正木博士は単身7号室に引き返し前に監禁したイチローの様子を見に行ったところ同人は 病室の壁に頭を打ちつけて絶足しているのを発見し急遽医員を呼んだのでまたも大騒ぎとなったしかしてその騒ぎがひとまず落着しそれぞれの処置を終わると間もなく正木博士は同教室を出たものらしく午後2時半ごろ医員山田学士が呉一郎は回復の見込みありという報告をなすべく 同教授を探し回った時には、もはや、どうか教室及び病院内のどこにも、まさき博士の姿を発見しえなかったという。解放治療は予想通りの大成功、と、まさき博士方言す。しかるにその間において、まさき博士は同大学本部にいたり、 松原総長に面会して、小裸に議論していた事実がある。その議論の内容の詳細は判明しないが、狂人の解放治療の実験は、今回の出来事によって予想通りの大成功に終わりました、と繰り返して方言し、同解放治療場は今日限り閉鎖を命じておきました。長々ご厄介をかけましたが、 おかげで都合よく実験を終わりまして、感謝に絶えません。中、同治療場は、正木博士が総長の許可を得て、私費を持って開設していたもので、これに付属するコイン等も、同博士から直接に給与されていたものである。なお、私の辞表は、明日提出いたします。 あとのことは、若林学部長に委託してありますから、うんぬんと言い捨てて、かぜん対象しつつドアを押し開き、どこかへ立ち去ったとのことで、早朝室の臨室で聞いていた事務員連は皆、同教授の発狂を疑いつつ、顔を見合わせつつ、震え上がったという。完成来のごとく、 水がして、後、行方を喰らます。正木博士は、早朝室を出ると、無責任にも、死傷せる患者を、委員連の看護に一任したまま、帰戸に着いた模様であるが、その途中、どこかで飲酒泥酔したらしく、その夕方、福岡市港町の下宿に帰って、二三時間の間、 来のごとき歓声を放って熟睡した。それからどうや9時頃になると、飯食いに行ってくると称して、ひ然として下宿を入れ、そのまま行方をくらましたとのことであるが、即分するところによれば、ひそかに、旧大精神病科の自室に引き返し、鉄証書類を整理していたともいう。 狂人を模倣した気味悪い死体。しかるに本日午後5時ごろ、大学裏海岸を通りかかった羽手釣り帰りの2名の男が、海岸に漂着している1個の奇妙な出来死体を発見し、この旨、箱崎署に届け出たので、万田部長、三川巡査が出張して取り調べたところ、海中の名刺により、 正木博士であることが判明したので、またまた大騒ぎとなり、福岡地方裁判所から、熱海判事、松岡書記福岡警察署より、津川警部、長谷川警察医、他一名。また、大学側からは、若林学部長をはじめ、川地、安楽、大田、西久保の諸教授、 田中書記らが現場に駆けつけたが、検案の結果、同博士は、同海岸水族館裏手の石垣の上に、帽子と葉巻の水差しを置き、診察服を着けたまま、手足を狂人用鉄製の手枷や枷を持って緊箔し、檻からの満潮に身を投じたものらしく、死後約3時間を経過しているので、救急の方も施しようがなかった。 しかして、右については、若林学部長、そのほか関係者一同、口をかんして一号をも漏らさず、前期の大惨事とともに、極力秘密裏に葬り去ろうとした模様であるが、本社の機敏なる調査によって、各真相が暴露したものである。ちなみに、正木博士の自殺原因については、遺書等も見当たらぬらしく、 下宿の諸庫、気状等も平勢の通りに整頓してあって何らの異常をも認めなかったそうである。また、飲酒泥酔して下宿に帰り、あるいは散歩と称し,して外出して帰宅しないことも従来毎月一、二回ずつあったとて下宿の者も,も何ら怪しまなかったという。奇怪な謎。 教少年の一語。右について、同解放治療上の監視人であった天春唐太氏は、負傷した胸部に包帯を施したまま、市内、鳥海村自宅において、各語った。まったく、不意の出来事で、こんなことなら初めから、 あのような役目を引き受けなければよかったと後悔しています。しかし、責任は無論私にあるでしょうし、ことに狂人の解放治療所は昨日限り閉鎖されているそうですから、とりあえず、まさき先生の手元へ辞表を出して慎んでおります。あれが基地外力というものでしょうか。位相外の合力で、 力を入れ切っておりますところへ、不意に肩を透かされましたために、思わぬ不覚を取りまして、二度も気絶して、面目次第もございません。しかし、二度目の気絶からはすぐに覚醒しましたので、私は三名の委員と共に七号病室に駆けつけまして、一郎を取り押さえようとしましたが、血に狂った一郎は、手にせる桑を竹切れのごとく、 ぶんぶんと振り回して、見に来てはいけない見に来てはいけないと叫びますので、非常に危険で近寄れません。そこへ後から駆けつけられたまさき先生の顔を見ると、呉一郎はたちまち沈静しまして、嬉しげに一礼しつつ、血にまみれて床の上に横たわっている少女、死のの半裸体の死体を指さして、お父さん、 この間あの石切り場で僕に貸してくだすった絵巻物をもう一遍貸してくださいませんかこんないいモデルが見つかりましたから、という奇怪な一語を発しました。これを聞かされたまさき先生は何故か非常に興奮された模様で、今思い出してもものすごいほど真っ青な顔になって私たちを見回されましたが、そのまま 何をたわけたことを言うかと大活されますと、単身クレイ一郎に組みついて取り押さえられたのであります。それからしばらくはお顔の色が悪いようでしたが、クレイ一郎が壁に頭を打ちつけて絶足しました後は、気力を回復されたらしく、あれほどの大事件のさなかにもかかわらず、快活にきびきびと、 いろいろの指図をしておられました。記者が一郎の蘇生せる胸をつぐれば。へえ、それは本当ですか私が見ました時は顔中血だらけになっておりましたし、正木先生も急激な脳震盪で呼吸も止まっているからとても助からぬと言うておられましたが、やはり手足が不自由なまま、 壁に頭を打ちつけたのですから、そう強くなかったのでしょう。ついで、まさき博士の自殺を告げ、死因についての心当たりを問えば、天かすしは、学前蒼白となり、流程して唇を震わしつつ。それは、本当ですか本当ならば、私は、こうしておられません。 まさき先生には大音があります。私が千年、アメリカで流浪しておりますうちに、シカゴ付近で肺炎にかかり、誰もかまってくれてがなくなりましたところまさき先生に拾われまして、入院させていただきました。その時にまさき先生は、もしこの音が報じたければ、福岡へ住んで、俺が帰るのを待っておれ、と言われまして、 たくさんの旅費までいただきましたので、帰国早々、当地の英和学院の柔道藩士を報職していたのですが、正木先生が大学に来られるとすぐに辞職して、治療上の監視をお引き受けしたくらいです。正木先生は、何でも楽観される方で、私も私縮しておりましたが、人格の高い方でしたから、責任関念も強かったのでしょう。 うんぬん。名の浜の大火。名札、如月寺に延焼放火女、無残の焼死をとぐ。本日午後6時ごろ。福岡県早良郡、名の浜1586。呉、八よ方。母屋奥座敷より発火し。 人々驚きて駆けつける間もなく、打ち続く晴天と、檻からの烈風に煽られて、火星たちまち猛烈となり、数頭の尺屋を含みたる道家は、みるみる一段の大火炎に包まれると、見るうちにほど近き女月寺本堂を裏手に飛び火し、目下盛んに炎焼中であるが、遠距離のこととて、市中の消防は間に合わず。 付近の消防のみに手は手に余る模様である。しかして、右、放火者と認められる、呉屋代、前期、呉一郎、おば、四十、は、寺院本堂の猛火に飛び入り、囚人監視のうちに無残の焼死を遂げたが、道女は今春、ただ一人の娘を失いたる際より、 多少精神に異常を停止降りたるところ、本日また、最愛のおい、一郎が変死した噂が同地方に伝わっていたのを耳にしたために、一層錯乱、興奮して、この始末に及んだものであろうと。この号外から顔を上げた私は、頭を押さえつけられたようになったまま、おずおずと、 そこいらを見回したするとまもなくすぐ鼻の先に広げられた青い風呂敷の真ん中に今まで号外の下になっていたらしい一枚のカード見たようなものが見つかったおやまだこんなものが残っていたのかと思い思い立ち上がって覗き込んでみるとそれは 一枚の完成はがきの裏面で見覚えのある右肩上がりのペン字が五六行ほど書き殴ってあった。面目ない。S 先生と酒を飲んだのも僕だ。生まれ変わってやり直す。せがれと嫁の将来を頼む。 20日、午後1時、M より、WK、そっか。私の手から号外が力なくひらひらと滑り落ちた。それと同時に部屋全体が私の体と一緒にだんだんと地の底へ沈んでいくように感じた。 私はよろよろとよろめきながら立ち上がった。我ともなく、よちよちと南側の窓に近づいた。向こうの屋根から突き出た二本の大煙突の上に満月がギラギラとさええっている。その下に照らし出された狂人の解放治療場は、劇的として人影もなく、今朝までは、 一面の白砂ばかりの平地に見えていたのが、今はところどころに、高く低く、枯れ草を生やした空き地となって、その真ん中に、いつの間にか一枚も残らず葉をふるい落とした五六本の霧の木が、星の光を仰ぎつつ、妙な枝ぶりを踊らしている。不思議だ。 ととりごとを漏らしつつ頭に手をやってみるとまたも不思議今朝から私が感じていたきっかいな頭の痛みはどこを探しても撫で回してもない拭いて取ったように消えうせていた私はその痛みの行方を探すかのように片手で頭を押さえたまま 黄色い光線と黒い影の縮まを作っている部屋の中を見回した。そうしてまた、プラチナにさえかえっている窓の外の月光を見た。その時であった。一切の真相が氷のように透き通って私の前に立ち並んで見えてきたのは、 不思議ではない。ちっとも不思議ではない。私は、今朝から二重の幻覚に陥っていたのだ。まさき博士の、いわゆる離婚病にかかっていたのだ。私は今から、一ヶ月前の十月二十日にも、やはり、京都そっくりの無遊を行ったに違いないのであった。 その一ヶ月前の十月二十日の早朝の、やはりまだ真っ暗いうちのこと。私はかの七号室の叩たたきの上に、今朝の通りの姿で寝ていて、今朝の通りの状態で、目を見開いたのであった。自分の名前を探すべく、うろたえ回ったのであった。それから、若林博士に会って、 私の過去の記憶を回復すべく、今朝の通りの実験をいろいろに受けた挙句に、この部屋に連れ込まれて、やはり今朝と同じ順序で、いろんなものを見たり聞いたりしたのであった。それから遺言書を読み終わった私は間もなく、その遺言書を書いた当の本人の正木博士に会って、今日の通りに肝を潰した。そしてその、 マサキ博士の案内で南側の窓の外を覗くと、その前日限りに閉鎖されたまんまの解放治療場内の光景を見ると同時に、私は自分の過去の記憶のうちでも一番最近の記憶に支配された夢中友好に陥って、やはりその前日のちょうど、その時刻に、そこで、そうしていた通りに、 じいさんの旗打ちを見物している自分の姿を窓の外に幻覚した。そして、それと同時にやはり、その前の晩に頭を壁に打ちつけた際にできた頭の痛みを無意識に手に触れて飛び上がったのであった。その時にまさき博士は、やはり今日と同じように、 離婚病の説明を聞かしてくれたのであるが、その説明はやはり、真実であったのだ。とはいえ、その時に、あまりに深い幻覚にとらわれていたために、それを信ずることができなかった私は、それから正木博士と対座して、あの通りの議論をした挙句に、正木博士をめちゃくちゃにやっつけてしまった。 とうとう、本当に自殺の決心をさせてしまったのであった。けれども私は、そんなこととは気づかないまま、この部屋に居残って、この絵巻物の一番おしまいに書いてある、千代子の和歌を発見した。そして今日の通りに驚いて外に飛び出して、福岡の町々を歩き回っているうちに、 この部屋に広げたままにしてきた絵巻物のことを思い出して、またも、今日の通りに無我夢中で飛んで帰ったのであった。もしかすると正木博士は、後で今一度、この部屋に引き返してきて、広げたままの絵巻物のおしまいに書いてある、千代子の和歌を発見したのかもしれない。そしてそこで、 いよいよの覚悟を決めたのかもしれないけれども。そうした出来事を、一ヶ月後の今日になって、私はまた、その通りの暗示のもとに、寸分たがわず正確に繰り返しつつ、無有してきたに過ぎないのだ。いや、ことによると、今朝あんなに早く、時計の音に目を覚ましたことからして、 一種の暗示に支配されていたのかもしれない。若林博士がほんの思いつきで言った一ヶ月後という言葉をその通りに記憶していた私の潜在意識が、その一ヶ月後の今朝になって、きっかりと私を呼び覚ましてくれたのかもしれない。が、いずれにしても、今日の午前中、 私がいろんな書類を夢中になって読んでいるうちに、若林博士がこっそりと立ち去った後には、この部屋の中に誰もいなかったのだ。まさき博士も、ハゲ頭の小遣いも、カステラも、お茶も、絵巻物も、調査書類も、葉巻の煙も、何もかも、みんな私の一ヶ月前の記憶の再現に過ぎないのだ。 たった一人で無憂中の無憂を繰り返していたに過ぎなかったのだ。私の頭はそこまで回復してきたまま同じところをぐるぐる回っているのだ。そうでないと思おうとしてもそうした不思議な事実の証拠の数々が現在、生き生きと私の目の前に展開して 私に迫ってくるのをどうしよう他に解決の仕方がないのをどうしよう若林博士はそうした私の頭を実験するために一ヶ月前と同じ手順を繰り返しつつ私をこの部屋に連れ込んだものに違いないそうして多分一ヶ月前もそうしたであろう通りにどこからか私を監視していて 私の無有状態の一挙一動を最大漏らさず記録しているに違いない。いやいや。いやいや。今日は、大正十五年の十一月二十日、といった若林博士の言葉までも嘘だとすれば、私はもっともっと前から、本当の大正十五年の十月二十日以来、何度も、 何度も数限りなく、同じ無誘状態を繰り返させられていることになるではないか。そしてその一挙一動を記録に残されていることになるではないか。おお、若林博士こそ、世にも恐ろしい学術の権下なのだ。精神科学の実験と、 法医学の研究等を同時に行っている。極悪人と名探偵等兼ねている。まさき博士と呉家の運命と福岡県司法当局と旧大の名誉と、この事件に関する出来事の一切合切をたった一人で人知れず支配し、翻弄している。そうして、 知らん顔をしているカイマ人。私は、言い知れぬ旋律が、全身の皮膚を暴風のように張ま回り、駆け巡るのを感じ始めた。歯の一枚一枚がカチカチと打ち合うのを止めることができなくなった。部屋の中の全体がどことなく、大きく開いた、 若林博士の航空の格好に似てきたように思いつつ、その真ん中に突っ立って、扇風機のように回転する自分の頭の中を、目の奥底に凝視しつつ。けれども、けれどももしそうとすれば、私はぜひとも、くれ一郎でなければならぬ。 おお、わたしが、あの、くれ郎、あの、まさ博士が、わたしの父親。あの、千代子が、わたしの母親。そして、あの、くるえる美少女、もよこ。もよこは、おお、おお、 私は親を呪い、恋人を呪い、最後に見ず知らずの男女数名の命までも奪うべく運命づけられた、ケウの強青年であったのか。死んだ父親の罪悪を白昼公然と暴き立てている、冷酷無残な精神描写であったのか。ああ お父さんお母さんと叫んだが、その声は自分の耳には入らなかった。ただ、あざけるような反響を部屋の隅々に聞いただけであった。私はそのまま下顎をこわばらせつつ、 新感と揺らめく伝統の光を振り返った。大きな探索をした後のように静まり返っている部屋の中を見回した。意識の力はどこまでもはっきりしたまま、うつつともなく、夢ともなく、私の目の前の床が向こうの方に傾くにつれて、 中ば開いた入り口の方向を目指しつつ、ひょろひょろと歩み出した。出入り現金と書かれた白紙をドアの外から振り返った。しっかりせねばならぬ。どこまでも理性を働かせねばならぬ。と思いつつ、白い月の光が差し込んでいる窓付きの廊下を、 右に左に傾き歩いた。玄関の左右に並んだ真っ暗な階段の左側を棒のように強直しつつ、ゴトーン、ゴトーンという自分の足音を聞きつつ、一段一段と降りていった。そのおしまいがけに、 もう床に行き着いたと思うと、私の足は空を踏んで、全身が軽々ともんどりを打った。ように思う。それから私はどうして起き上がったか、どこをどう歩いて行ったかわからない。いつの間にか、自然と七号室のドアの前に来て、石像のように突っ立っている私自身を発見した。 私は何かしら思い出せないことを一所懸命に考えつめた挙句に思い切ってその扉を開いて中に入った今朝のままになっている寝台の上に靴履きのまま這い上がって仰向けにどたりと寝たその頭のところで扉が一人でに閉まってきて 重々しい陰鬱な反響を部屋の内外にとどろかした。すると、それとほとんど同時に、コンクリートの厚い壁を隔てた隣の六号室から、たま切るような、かんだかい女の声が起こった。兄さん、兄さん、兄さんに会わしてください。 今お帰りになったようです。あのドアの音がそうです。兄さんに会わせてください。いいえ、いいえ。あたしは気違いじゃありません。兄さんの妹です。妹です。妹です。兄さん、兄さん、返事してちょうだい。私です。私です。 私です。私です。これが、大事の夢なんだ。と、私は目をいっぱいに見開いたまま、寝台の上に行がして考えた。何もかもが、大事の夢なんだ。あの少女の叫び声も、 この暗い天井も、あの窓の日の光も、いやいや、今日中の出来事は、みんなそうなんだ。俺はまだ、母親の体内にいるのだ。こんな恐ろしい胎児の夢を見て、もがき苦しんでいるのだ。 そしてこれから生まれ出ると同時に大勢の人を片っ端から呪い殺そうとしているのだ。しかしまだ誰もそんなことは知らないのだ。ただ、俺のものすごい態度を母親が感じているだけなのだ。私の寝ている横のコンクリートの壁を 向こう側から叩く音がし始めた。兄さん。兄さん。一郎兄さん。あなたはまだ、あたしを思い出さないのですかあたしです。あたしです。もよこですよ。もよこですよ。返事してください。 返事して。と、二三度連続して叩いたと思うと、痛々しい泣き声に変わって、何かの上にひれ伏した気配である。私は寝台の上に長々と行がしたまま、死人のように息を詰めていた。目ばかりを大きく見開いて、 ブーンという時計の音が廊下の行き当たりから聞こえてきた。隣の鳴き声がぴったりと止んだ。それにつれて、また一つ。ブーンという音が聞こえてきた。 前よりも心持ち長いような、私は、一層大きく、目を見開いた。ブーン。ーンという音につれて、私の目の前に、まさき博士の骸骨見たいような顔が、生汗をポタポタと垂らしながら、 花眼鏡をかけて出てきた。と思うと、目礼をするように目を伏せて、力なくにと笑いつつ、消え失せた。ブーン。おびただしい髪の毛を振り乱しつつ、下唇を血だらけにした千代子の苦悶の表情が、 つい、鼻の先に現れたが、細紐で首を締め上げられたまま、血走った目をいっぱいに見開いて、私の顔をよくよく見定めると、一所懸命で何か言おうとして、唇をわななかすまもなく、悲しげに目を閉じて、涙をはらはらと流した。下唇をギリギリと噛んだまま、みるみるうちに青ざめてゆくうちに、 白い目を少しばかり見開いたと思うと、がっくりと仰向いた。ブー。少女、浅田志乃のぐざぐざになった後頭部が、黒い液体をドクドクと吐き出しながらうつむいて。ブー。 やよこの血まみれになった顔が、目を引きつらしてブ。ブーン、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 ブーン。頬を破られたイガグリ頭が、眉間を砕かれたおさげの娘が、全学部の皮を引き剥がれた。 髭だらけの顔が。私は、両手で顔を覆った。そのまま寝台から飛び降りた。一直線に駆け出した。すると、私の全額部が何かしら硬いものにぶつかって、目の前がパッと明るくなった。と思うと、 また、たちまち真っ暗になった。その瞬間に、私とそっくりの顔が、髪の毛と髭をボーボーとさして、くぼんだ目をギラギラと輝かしながら、目の前の闇の中に浮き出した。そうして私と顔を合わせると、たちまち赤い大きな口を開いて、 からからと笑った。が「あご清衆」と私が叫ぶ間もなくかき消すように見えなくなってしまった <laughs> ブー,ーン